ねえねえ聞いてってば。星野ちゃん、じゃじゃーん、見てこれすっごく素敵でしょう。え、だってごめんね。あなたはアビドスの生徒会長なんですよ会長は無鉄砲で何もかもめちゃくちゃだったよ。まああそこだよいや、あの時はあちこちうろまくって本当にバカみたいに何も知らないままでさ